それげビャーンとスキップスキップスキップおいチェイ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 。はいどうもゆうちゃんパパでございます。さあ本日もねストリートファイターデュエル、無課金実況やっていきましょうか。ねメンテナンスの方が明けましてねついに来ましたね。このね新イベントが来ましてね、殺意波動覚醒ということでございまして、この限定召喚でね、新たなファイターが、来ておりますというところですね。殺意の波動に目覚めた竜、っていうね。なるほどなるほど。で名前が殺意、もう名前がそれかいお前名前がそれかいっていうね、めちゃくちゃ長いねキャラクターになってるというところでございますけれども、もうしっかり強いんですよねこれが。まあ、バッシブこんな感じで、まあまあこれ皆さんね、やってらっしゃったらまあまあ分かってらっしゃるかなと思うので、あえてね説明はしないでおきますけれども、でめっちゃ強いんですよね。攻撃力もね半端ないしね。なんでまあちょっとねこう重ねてね育てていける方はねバチ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 ね、戦力アップしてもらってね、スタメンに入れていっていただきたいなというところでございますけれども、決戦の方向とか言うてねなっておりますというところでございまして、でもう一人ね、ファイター来てますよね。どこやったかな、あこれこれこれね、サマーヤンちゃんね、ヤンのサマーバージョンかな。サマーヤンって言うてね、これなんか後ろなんかこれスノボ乗ってるのか、スノボ乗ってるのでサマーヤンねなるほど。ただね私ねちょっとヤンってね実は知らんのですよね。ストリートファイター2世代なんでね、スト2世代なんで、情報によるとねこれ3からのキャラクターみたいなのって、全然ね思い入れがあるキャラではございませんけれども、一応ね、新格闘家がね来ておりまして、炎のね、陣営で来ておりますというところなんで、まあまあ重ねやすいキャラクターになっているかなというところでございますね。なるほどなるほど。でイベントの、ね、内容をちょっと見ていく前に、他のイベントで行くと、まあまあこれがねちょっと変えれる状態のやつですよね。いつものねこう集めて、今回は殺意の神髄っていうのかな、これを集めてやっていくというところでございますけれども、まあこういうね背景とかね、このフレームとかは基本的にね無課金のゆうちゃんパパはねいつも無視してまして、余裕があるとね変えてもらってもいいかなと思うんですけど、でこれが T1 なんで、T1 は結構ねもうほとんど終わってるんで、T2 が欲しかったかなとか思ってるんで、私もちょっとこれはね今回はスルーして、おそらくまあ1回買いましたけどコインか、これですよね、突破石に全部変えていくような感じになるかなと思うんですけれども、まあ武器の方でね、これが揃ってない方はねこれ優先的に変えていただいたらね、戦力バチーンと上がりますんでね、まだ変えられてない無課金の方はねこれを優先に変えていくのが一番いいのかなと思います。で降臨する殺意が、まあいいとして、でこれがねこの体験ね、やっていく形なんですけども、まあまあ結構ね、やっぱ強いですよねこのリュウちゃんね。殺意の波動に目覚めてるよね、殺竜ね、殺略しかちょっと分かりませんけれどもね、やっていった感じなんですけれども、しっかり強いような感じでございまして、でヤンちゃんもね、このステージでは意外とね結構活躍した感じなんですけども、ただねこれね結構ねもうむずいんですよね意外とね。結構ちゃんとキャラクター選んでねちょっと考えながらやらんと普通に越せないんで、普通にこれ試練のね体験的な感じなんでね、そんな敵強するみたいな感じなんで、これもうちょいね優しくしてほしいなというようなところなんですけれども、これね前ね占いガチャのねチケットとかあったんですけど、今回ねなくてね、なんかめっちゃしょぼなったなみたいな感じで、まあまあこのねチケットは良かったんですけど、あっちくれよなとか思いながら、なんでくれへんねケチやな、ケチンボやなというところでございますけれども、でレストランが、まあもうちょっとというところで、で全員がこの辺もええか、というのがイベントとして来てるのと、でこのね殺意の波動ね覚醒というところで、滅殺の神罰、これがまずキャミーからやっていって、
で、こいつ行って、こいつ行って、こいつ行って、みたいな感じでね。またね、ちょっと時間でできないような形になってるんで、今日、明日かな。うん、明日までは、キャミをちょっとやって、ダメージ与えててくださいというところなんですけれども、ちょっと私48万ぐらいしか無理なので、ちょっと68万の方にはまだ行ってないんで、ちょっとなかなかね、ちょっと私の攻撃力ではちょっと難しいというところでございまして、うん、これは今現状こんな感じ。で、これもこんな感じで止まっているというところですね。うん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 。で、覇者の塔が奈落の底ね、を今ね、やってて、こっちの方はまたね、日付変わってからっていうような形なんですけど、進行度はね、100% までいったんですけれども、これもね、ちょっとここのね、3つ目がね、取れないんですよね。47万ね、ダメージ与えられへんので、ちょっとね、全然難しいんですよね、これ。なので、ちょっとね、頑張りたいところではありますけれども、ちょっと今の私の戦力ではちょっとこんな状態と。いうところでございます。うん、ふんふんふん。で、底なしの繊維が、これね、さっきのやつね。で、魔王の贈り物が、これがね、なんかデイリーミッションね、やっていったらね、まあ、一時2回できるような感じなんかな。うん、2回から3回っていうような感じかな。うん、できるんで、ここでもね、チケットもらえる形なんで、あとここでまだ10枚もらえるかな。うん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 。もらえる感じでございます。というところでございますね。まあまあ、いつものね、なんかイベントのような形で、まあまあまあ、ちょっとアイテムも変えれるし、ガチャもできるし、ちょっとしたね、イベントあるし、みたいな感じで、頑張ってください、というようなところになってるというところでございますね。うんうんうん。でもやっぱりね、この召喚のね、ところでいきますと、やっぱりこのチケットでしか回されないというところで、ダイヤでは回せませんというところなんでね。ちょっとね、今ユーザー結構減ってしまっていってるんですよね。このストリート2のね、ストリート2ちゃうわ、ストリートファイターデュエルね、ストーディーね、ストーディー。なのでね、ちょっとね、ここね、ダイヤでね、こう回せる状態にね、配慮してほしいんですけどね。ただまあ一回これやったからパンと変わることはないのかな。ちょっとわかんないんですけどもね。ちょっと総選とね、正直ね、ちょっとこういうキャラ使われへんんですよね。課金せえへん人には。まあまあ、美課金でもちょっと正直重ねていくの難しいからね。その辺ちょっと考えながらやってもらった方がね、やっぱりこう長い目でね、続くアプリになるかなと思うんですけどね。実際ね、やっぱりね、まあもちろんね、無課金の方ってね、やっぱりまあまあ基本的には貢献そんなにしてないんですけどね。ただやっぱり、やっぱ課金される方がね、おられるから、まあ我々できるっていう形なんですけれども、やっぱり無課金、微課金の方でね、やっぱり弱いっていうね、あんまり育ってないようなキャラがおられるんでね、課金の方がね、輝くっていうような形でね、強くなってるって。誰と比べて強くなってるっていう形なんで、まあ両方ともね、やっぱりね、アプリを存続させるにはね、必要なね、タイプになってくるかと思いますんでね。やっぱりね、無課金、微課金勢もね、こう活躍できるようなね、ステージにしてほしいな、というふうに思ってるんでね、ちょっとここだけね、なんか改善してほしいなと、私はちょっと思ってるところでございます。はい。じゃあそしたらね、サムネの方にもありますようにですね、限定召喚のね、このウィッシュリストでね、リュウちゃんね、殺意の波動に目覚めたリュウをね、ちょっと回していこうかなと思います。まあ、90枚ね、溜まったんで、ただね、まあ、結構ツイッターとかね、見てると、結構ね、辛いっていうね、声が、なんか100連してもなんか1体だけやったとかね。なんか70連でもまた出てへんとかね。なんか結構声聞くんで、今回もちょっと辛いのかなとか思ったりしてるんですけど、ちょっとね、検証も合わせてやっていこうかなとは思うんですけど、まあ多分ね、スタメンにするにはね、やっぱり重ねていかないとダメなんで、まあちょっと無課金のゆうちゃんパパにはちょっと難しいかなとは思うんですけれども、せっかく90枚溜まったんでね、バチバチやっていこうかなと思いまして、まあ、ここにもちょっとね、10枚溜まってるんでね、合計100連やっとろうかなとか思って。じゃあ、前哨戦でこっちから。これ別にどうでもいいね。まあまあ、こんなん当たってもいいんやけどな、サマーヤンね。サマーヤン、それそれ、ほいとか言うてね。ここでね、まあまあ、サマーヤンポーンと当てとくのもちょっとね、いいかもしれんけどね。ほっと、やっ、はい、青オリンピックでございました。はい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 。まあまあ、ここはやばい、ここはやばい。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。ここはまあ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 、当たるとね、思ってないかなというところでございまして。じゃあ、こっちのね、決戦の方向で、いうことで、殺竜ちゃんね。殺竜ちゃんをちょっと90連ぶっ放して当てていきたいなと思います。さあ、精神統一して、
ここで4体とかババババッとかね、2枚抜きとか含めてね、やったら結構ね、スタミン入れてもありかなとか思ったりはしてるんですけれども、さあ果たしてどういう結果になるのか。それではゆうちゃんパパのスーパー神引きを見よ。殺意の波動に目覚めたリュドカン、ほいきたで。さあストリートファイター来るか。いやバチッ、お、ちょっと待って、お、やっちゃあかん。はい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 、滑ってめくる。はい、あかんね。さあ、あと80連があるからね、でもね。さあ、もう一度、召喚。ここもいらん、スキップ。あかんやん。ちょっと待って、ちょ、もっとくれよな、これな。なんかな。さあ、30連目。召喚、とりあえず、スキップ。あれ、スキップ。スキップ。ちょ、30連でも出えへんの、もう全然出えへんやん。ちょっと待って。じゃあ半分、ちょっとわからん。さあ、40連目、でやっ、スキップ。いや、もう全然出えへんねんけど、何これ。うせやん、そんなん。ちょっと待って、ちょっとこんなんとかしょぼいし、ほんで。あかんで。ちょっと2枚抜きとかしたらええから。さあ、50連目、スキップ。いや、スキップ。ちょ、もうえって、これ50連目でも全然、これ1って、これもう。いや、もうさ、もうマジで。じゃあ、60連目はどう？それ !60 連目スキップ、あれスキップ、いや、うせやん。ちょ、うせやん、ほんまごめん。あと30枚なってんけど。2% ちゃうの？そうやろ ?2% やろ？いや、そんなん、ちょっとほんま、もうえって、これマジかよ。あと30枚になったぞ、知らんでーとか言って。さあ70連目ドカーン、もうここいらん、いけで、ほい、それいけ、ピャーンとスキップ。いやマジでこれ70連でゼロやで、これ。なんじゃこれ、うせん。さあ80連目ドレイスキップ、スキップ、おい、チェイ、さあ、シェアして。さあ、出たよ、これ、ほんま。ただ、めっちゃ辛かったな。何してくれてんねん、これ。あと10枚。いったろか、あと10枚。ここでもう2回目。出したら、えんやで。スキップせんとこ、最後やから。スキップ、早っ。いや、マジかよ、これ。10連。9回やって1体だけやって。おめでとうございます。ゆうちゃんパパが限定召喚で殺意の波動に目覚めたり、長いを獲得しました。おお、言ってくれてる、宣伝してくれてる。よし、ゆうちゃんパパやで。さあ、知らんでーとか言って。というところでございまして、ゲットできましたけれどもね、90枚で1体だけというね。ほんまにいかないね、これ。うん、なかなかね、ほんまにスーパーヘビーなね、カラスさんの今回のガチャでございました。はい、今回の動画はね、こんな感じで終わっていきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、Twitter、X のフォロー、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。リュウちゃんゲットしたよー。